すいませんこれ。釣りは見るからに汚い店。言っておくけど、そっちが想像しているのと全然違うからね。一応僕たちの相手は便宜上コンビニとは呼んでるけど、お嬢さん、なんでそんなしょぼいとこで働こうと思ったの？あ、親戚かなんか？いえ、サイトで偶然。サイト？あんな店なのに。住み込みってなかなかなくて。住み込みで働こうと思ったの、お嬢さん。お待たせしました。あ、どうも。お届け1週間になります。お願いします。ありがとうございました。仕事は早引きしてきた。面接俺一人で十分だって言ってるのに。だってさ、少しは面倒を見てもらうことになるかもしれないし、その辺のこともちゃんと話しとかないとさ。ばあちゃん本当にボケてるの？時々ね、一人で喋ってたり笑ったりしてんだよね。そこの月見が出てって、ばあさんとタカちゃんとヒデオさんの3人になっちゃったんだもんな。タカちゃんとヒデオさん？ああ、2人は夫婦じゃないからね。ヒデオさんは亡くなったナスミちゃんの旦那さん。他人ってことですか？本当だ、他人だ。今気がついたわ。そういや、あのばあさんも亡くなった先代の社長が酔っ払ってどっかで拾ってきたって話だしな。先代妹さんの旦那さん、なぜ家出て行かないんですか？秀夫さんもさ、苦しいのよ。新しい所帯持てるほど給料もらってないし、自分が辞めると店が潰れちゃうの目に見えてるしね。その点末っ子の月見はちゃっかりしててさ、そこら辺のことを見越して早々と結婚して出てっちゃったってわけ。三人姉妹なんですか？そう、評判の美人三姉妹よ。末っ子の月見とはね、俺ちょこっと付き合ってたことがあってさ。だから呼び捨てなんですか？俺呼び捨てにしてた。あ、今月見って言ってた。あっちゃー、こういうところからバレちゃうんだよね、秘密って。な、ほら、もう大事な、ああ、願いが通じましたな。好きな人と結婚。いや、さあ、どうなんだろう。神様にはこれから？いや、これから。今拝んでも無駄だと思いますよ。え、どうして？昨夜神様の夢を見ました。しばらく旅に出られるそうです。どこに？さあ、今はどこにおられるかな。あ、すみさん、うちの万助とお付き合いしたって本当？いえ、一度も？一度もないです。
やっぱりな、なんでそういう嘘つくかな。これはだよ。あんた、やめんの？だから悪霊なんかじゃないって。あんた、自分では分かってないかもしれないけど、死んじゃったんだからね。分かってるよ、そんなこと。ああ、こうやって爪が切れる。お前は、生きてる時から怖いんだよ。だから悪霊じゃないっつってんの。違うっつーの。なんちゃって何これ、笑い事じゃないの。あんたが出てくるおかげで私ボケてんじゃないかって疑われてんだからね。しょうがないでしょ、ばあちゃんにしか見えないんだから。なんて私なんだよ。一番先にこっちに来そうな人だからじゃない。ばあちゃん、頼まれてくんないかな。やだよ。どれだよ。どれだろう、うん、それかな。え、ちょっと見てポケットの中。まだ来てない。あんたまで来ることないのに。だって気になるじゃない、今時住み込みって。え、 おはぎもう売り切れ。あ、ねえばあちゃん、おはぎもうないの。ないよ。なにこれ。これなすみの字だ。あ、ほんとだ。なんだろう、買い物のメモかな。どうしたのこれ。なすみのコートからっていうか、このメモ用紙懐かしいよね。銀行でもらってたやつだな。合併する前のだから20年くらい前か。ね、俺爺様に用事言われたんだ。店ここだから。はい、これ、はいはい、じゃあね、ごめんね。はいはい、もしもし、はい、はいはいはい、ごめんね。はい、行きますよ。
400円とレシートの。ありがとうございました。じゃあもうレジ入ってもらってるんだ。あの子、ばあちゃんのことね、先代の社長が拾ってきたって本当ですかって。何、そんな噂流れてんの。そうで、私の父親の妹だって話したら、そうですよねだって。まあ良さそうな子でよかったじゃない。そうなんだけど。何、あの子何聞いても大丈夫ですしか言わないんだよね。住むのも食べるのもこっち持ち、その分給料は安くてね。大丈夫です。でね、ばあちゃんの面倒を頼むこともあるかもしれない。大丈夫です。でもそうなると時間外なのに無給で働くってことになっちゃうじゃない。大丈夫です。文句言ってくれた方がこっちは気が楽なんだけど。お姉ちゃんと同じじゃん。私自分だって何でも大丈夫ですって引き受けてきたじゃない。そうだけど。ばあちゃんのこともよろしくね。私のことってなんだよ。ばあちゃん、なんで飲み込んでから喋んないの。知らない知らない、私は知らない。もうちょっとそっち行かない、汚れるでしょ。ばあちゃん、なんで。やっぱ若い女の子がいると集客力が違うっていうの。うん、かすみちゃんみたいな子が来てくれて本当に助かるわ。まだわかんないよ。ばあちゃん、バイト代だってバカにならないんじゃない。これだからこいつら素人のやることは怖い怖い。ごめんね。そりゃあれだよ、いつまでもばあちゃん当てにするのもなんだし。うん、いずれいなくなっちゃうわけだし。どこか行かれるんですか。ちょっととわの旅に。でこいつら私がもうくたばるんじゃないかって言いたいんだよ。そんなこと言ってないでしょ、うん、そろそろ楽になったらって言ってるだけじゃない。いいんだからね、あんたたち。この間から私に隠れて人人人人私がボケてるって噂してんだろう。病院連れてった方がいいかしらって。いや、本当にそんな話になってんの。なわけないでしょ。ばあちゃんいなかったらおはぎどうすんのよ。そうだよ、うちの主力商品だよ。あんたたちだけじゃ無理だろうね。おはぎですか。うちの人気商品なの。お彼岸でしょ、お盆に正月は予約殺到。その時はね、家族総出でおはぎを作るの。私子供の時嫌いだったな正月は。うちはね、大晦日が忙しいからね、正月はみんな疲れ果ててずっと寝てるだけなの。一度なすびが切れて、もうこんなバカなことやめようって言い出したことあったな。あったあったあったね。なすびって、うん、俺の亡くなった奥さん、あ、さっきのちー姉ちゃんのメモ。あ、私それ欲しいな。いや、それ俺だって欲しいよ。なんだって欲しがるんだから。だって俺でしょ、夫だよ。いや、私ここに住んでないからちー姉ちゃんの思い出少ないのよね。私が見つけたの、私が見つけたの。あ、わかった、みんなで分けよう。どうって、何すんの。切っちゃうの。はい、引いて。いや、
ストロー。ストロー高太郎。あ、私はね、四つ葉のクローバー、ちょっといいでしょ。懐中電灯。ね、あ、そんなにばあちゃん笑って。かすみちゃんも引いたら？私いいです、部外者だし。引けば。今日からここに住むんだしさ。じゃあこれ。なになに？ケーキ。ケーキだって。ケーキ。やっぱり未来のある子にはそういうのが行くのね。な、うん、え、でも待って、ストローでしょ、四つ葉のクローバー、懐中電灯、ケーキ。なんだろうこれ。遅いよ。だから外で食べてきてって言ったじゃない。お前最近家事サボりすぎじゃないの。大丈夫よ。私はストロー。あー、ストロー。中身がないってことですかね。あんたのと変えて。ねえ、変えてよ。いや、ストローとですか。ほんと使用人なんだからさ。はい、かすみちゃん、この家にはルールがあってね。聞いてないの？ルールってなんだよ。大丈夫じゃないときは大丈夫じゃないって正直に言う。わかった？わかったよ。これでどうだ、持ってけ泥棒。嫌です。じゃない時は大丈夫じゃないっていう。人間ってすごいよ。いつだって生まれ変われるんだよ。よし、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーディアカスミ、ハッピーバースデー。自分の部屋でやれば。暗いんだよ。なんだかんだ言って
人もいるところにいたがるんだよな。はあ、明日マサオの誕生日だ。マサって誰？タカ子にずっとプロポーズしてるやつ。ああ、何？あいつまだ諦めてないの？自分の誕生日にタカ子にプロポーズするって決めてんだよ。明日もするね、きっと。でも、タカちゃんずっと断ってんだろ？20回はくだらない。20回、すげえライフワークだね。タカ子はこのまま結婚しない気かね。慣性の法則じゃないの？なんだよそれ。若い時両親亡くしたから自分がここを守らねばって思ってんじゃないの？かわいそうな子だね。2006年、春田正夫と会う。映画を見て清見会館でハンバーグ定食を食べる。その後貴様運転でプロポーズされるが断る。2007年、春田正夫と会う。映画を見て清見会館でカニクリームコロッケ定食を食べる。その後貴様運転でプロポーズされるが断る。2008年、春田正夫と会う。エビフライ定食か。ずっと同じだ。え？涙？なんで？がいいのよね。明日豆乳飲もう。青春そっと咲かせておいてくれないのかな。青春も何も、月見さんがお前と付き合ったことは一切ないって。今日で俺の青春死にました。早くやれよ。はい。という間の60年。60年か。60年ね。味変わってなかった？
いや、変わってなかったけど。カツレツだったからかな。デミグラスソースが濃く感じた。俺、20年ずっとオムライスだけど、いつもと変わんなかったよ。え？ずっとオムライスだっけ？なんで？理由はないよ。ただ好きなだけ。大事な話聞いてくれる？うん。俺タカちゃんと結婚するの諦めた。え？別の人と結婚することにしました。結婚するんだ。なんかそうなっちゃって。それは。え？おめでとうございます。どんな人？え？いや、もう普通の女性。その辺にうじゃうじゃいるような。ついてはお願いがありまして。はい。サプライズをしようかなと。サプライズ？新居を買いました。買ったんだ。あ、マンションよ。ちっちゃいやつでね。タカちゃん家具扱ってるじゃん。ああ、社員値引き。あ、それもあるけど、インテリアっていうの？タカちゃんのセンスで家具とかカーテンとかチョイスしてもらって、こううまく並べてもらって、でね、結婚相手にほらここに住むんだよという、そういうサプライズ。いや、だって相手の趣味とかないの。趣味一切ない人。いや、でもずっとそこに住むわけだし。タカちゃんのセンスで、タカちゃんが住みたいなって部屋にしてもらえばもう大オッケー。いや、でもそれじゃ趣味ないくせに、人の持ってるものはいいと思う人なの。だからもう絶対喜ぶと思う。キャーキャー言うと思う。あ、ちゃんと報酬は払います。いや、私素人だし。春玉さお、21回目の最後のお願いです。あ、いや、分かったから頭お願い。でしょ？それで決めたの。いいじゃない、ここ。そう。もう好きにやっちゃって、思う存分。予算は？なもんないよ。かっこいい。そう。そっか、ここに住むのか。いいな。
まだ間に合うよ。俺と住む。よく言うな、幸せいっぱいの人が。え、俺幸せいっぱいなの？そうよ、ここで幸せになるんじゃない？そっか、俺幸せになるのか。うん、そうよ。引いて。ん？何ですかこれ。いいから二人引いてちょうだい。コーヒー。私は枕。何これ。人生におけるラッキーアイテム。ラッキーアイテム。そういや俺今朝コーヒーを持ってもらったわ。誰に？秀夫さんに。秀夫さん朝から若い女の人とイチャイチャしてたな。あ、できたー。上手。はい、持ってて。くれりんマヨする。マヨしてじゃーん。はい、せーの。マヨマヨ。もっとマヨマヨ。もっとマヨマヨ、うん、もっとマヨマヨ。もっともっとマヨマヨ、もっとマヨマヨ。いただきます。そろそろペロ。違うから、違うから、そういうんじゃないから。思ってるようなことじゃないから。だから誰にも、ね、ちょっと行こうかな。こうするぞ。お願い、お願いね、お願い、お願い、お願いね。ひどりん、大丈夫？え、誰にも言わないって約束したんですよね。おごってもらったのに、なんでお前そんなにベラベラ喋るんだよ。だからここだけの秘密ですよ。もう遅いよ。え、ばあさんは？知らないよ、俺は知らないって。ばあさん？え、どこ行っちゃったの？え、いや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 、お、ちょっと、ばあさん？ごちそうさまです。はい、携帯で、はい、カードやってないの、現金だけ。持ってないよ。現金持ってないの？持ち歩かないから俺。あんた一円も持たずに店に来たの？それ私が払います。あ、いや、いいですよ。いいの、お願いします。いや、でも。いいから。あの、俺キャッシュカードを持ってきてなくて。だからいいって言ってるじゃない、私のおごりだから。でもおごってもらう理由ないし。理由はそれ。ん？ん？四つ葉のクローバー見つけたから、なんかいいことあるかなって。そのお礼。パパまでここで寝ないでよ、ほら。うん、うん、おい、なんで消すんだよ、見てたのに。寝てたじゃない。寝てないよ。絶対絶対寝てた。寝てないって。あれ、誰とそば屋行ってたの？あ、お姉ちゃんと偶然会って。今日ね、四つ葉のクローバー見つけたんだよ。その人ね、ちい姉ちゃんの好きな天ぷらそば食べてて、おつゆも残さず全部飲んで、エビの尻尾が丼に張り付いてるの見たら、なんかたまんなくなっちゃって。
その人とか、私は生きてるのに、ち姉ちゃん死んだんだなって大変だよ、秀夫さんが。うん、あんた、これ何？ん、家具のカタログ。もしかして、新居に入れるやつ？そう、正夫さんが全部私にやれって。うわー！ホッケー牧場。牧場だね。ちょっと聞いておくれ。お前もだ。何が？終わりじゃ。全部終わってしまった。なんかあったの？ん？何が？いや、ばあちゃん、お前もだって。何が？じゃあ、タカ子さん、21回目にして結婚承諾したってことですか？楽しそうに髪とかめちゃってさ、ここ出ていくつもりじゃない？秀夫さんもですか？彼女がいるらしい。いずれここを出ていくつもりなんだと思う。誰もいなくなっちゃうじゃないですか。私も出ていくかな。私一人するってこと？そういうこと？恵美子さんならやっていけるんじゃないですか。よくもまあそんなことを。ちょっと何するんですか。ちょっとティッシュを。なんじゃこりゃ。うん、確かに自分の通帳から下ろしたお金だ。帯もここの銀行のだし、だから私のだって言ったのに信じてくれなくて。え、だっつって、突然札束がゴロンつって。それはまあ普通じゃないよな。なんでこんな大金？あ、お兄ちゃんがギャンブルで借金作って、親に泣きついてきて、でも家のお金は定期に入ってて、今解約するのは損だって話になって、私の貯金を貸してくれって言われて、まあ家のお金が損するならその方がいいかなって思って、で下ろしに行ったんだけど、現金見たらなんか納得できないっていうか、子供の時から欲しいもの買わずに貯めてきたお金なのにって、なんか私利用されてるのかなって思えてきて、そう思ったら何もかも嫌になって家を出ました。それはまた、うん、あ、じゃあ家に何も言ってないの？それはまずいんじゃないの？とりあえず親には連絡先だけでも伝えときなさい。はい。え、もう十分洗ってるよ。あともう一回。若い子は神経質だね。
社の借金は、そう、解約したんだ。ごめんね。もう泣かないでよ。生きてるだけでいい？うん、うん、ごめん。藤さんよ、お前に頭を下げない女がここに一人立っている。バイ、林芙美子。メリークリスマス。開けていい？うん。なんだろう。ああ、ありがとう、パパ。できちゃった。は？赤ちゃん。子供ってこと？ごめんね。あ、いや、そうか、 できたのか。ほら、全然喜んでないし。いやいやいや、嬉しいよ。嬉しいな。うん、嬉しい。困るよね。いやいや、困らない。全然困ってないよ。私、一人で育てるから。いや、なんで？だって嫌われたくないし。嫌いになるわけないじゃない。認知しろとかお金くれとか言わない。ヒデの知らないところで産むから安心して。いや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 、何それ。でも名前だけ決めてくれないかな。名前ダメかな。ダメなことないよ。そうか、子供か。コウタロウ。コウタロウ。うん。え、ちょ、どんな字書くの？光の太郎。なに？なに？なに？考えてくれてたんだ、名前。まあね。あいちゃん産んでいいの？もちろんだよ。あいちゃん。マスミ、俺子供ができちゃったよ。どうしたらいい？あいちゃんのお父さん建設会社の社長でさ、そこ継がないかって言うんだよね。まあそっちの方が給料もいいし。ここだけの話、事務所行くとさ、俺若社長って呼ばれたりしてんだよね。そんなことここの家の人に言えなくてさ。店はどうすんだよ。ばあちゃん、私は店のことが心配で心配で。店のことじゃなくて自分のことじゃないの？置いていくのに頼れる人がどんどんいなくなる。私はどうなっちゃうのか知らんでしょう。不安は自分の中にあるものなの。ここは受け入れて耐え忍ぶしかないんじゃないの。秀夫さんも男だったってことですね。なんだそれ。こっちが男で、こっちが女で、これをこう絡ませて、
か。あ、すげえ。ゆりこさん、うん、激しすぎる。どれ、俺の。えみこさん、おはぎ。えみこさん、これ店に出していいやつですか。みっち、奥ゆかち。止めろよ、みっち、どれのことじゃないか。寂しいです。恵美子さん、失礼します。なんじゃこりゃ。ちょっと逃げる気だな。そういうわけじゃ。どこ行くんだよ。子供だってできたのにさ。声でかいよ。ばあちゃんこそどこ行くつもりだよ。行くとこなんかないよ。でも荷物。とりあえず荷物作って出たけど。どこにも行くとこなんてないんだよ。わかった。ばあちゃん、肉まん。ありがとう。なんか俺、このままずるずると流れていっていいのかなって。夏海についていって今の店手伝うようになって、夏海が死んで、でもそのままずるずる家にいて、で今度は子供ができたからって、また人に言われるままずるずる生きていくわけでしょ。これでいいのか俺は。いいじゃないか、居場所があるってことだろ。まあそうだけど、私だってこのまま生きててもみんなに迷惑かけるだけなんだよ。なんでそんなことないって言わないんだよ。いや、夏海に初めて会った時のことを思い出して。夏海がどうしたんだよ。夏海も居場所がなかったのかなって。火いいですか。はい。何時まで？6時。これは5時。東京ってさ、時間がない街だよね。そういうのが羨ましくて田舎から出てきたんだけどさ、私は年取ってるんだよね。周りは全然変わんないのに。俺いつまで続けんだろう、こんな生活。ああ、
富士山。いいよ富士山は。私が生まれる前からずっとあって、私が死んでもずっとあるんだよ。私の人生なんかさ、その長い時間の中のほんの一瞬なんだよね。私ね、家出る時に富士山の声聞いたの。富士山の声。私が代わりにここにいてあげる。だからお前はどんどん転がるように変わっていけって。本当に転がるように生きてたよな。なすみはなんで戻ってきたんだろうね。多分病気のこと知って戻ってきたんだと思う。転がるのを諦めたんだろうな。じゃあこれで。あ、ありがとうございました。失礼します。どうも。すいません、あの蕎麦屋で。ああ弱った。また元気持ってない。ああだから気にしなくていいって。あ、うち来てくれませんか。うち？あなたここに一人で暮らしてるの？うん、うん、あったんしょ。蕎麦代。お釣り。あ、いいよ。なんか飲む？いえ、あのすぐ帰るんで。あなた何してる人ですか？ああ投資家。なんか得した気分。自分のお金なのに。じゃあ一緒に旅しませんか？なんで？あなたとなら一緒に旅行しても苦じゃないだろうなって。普通会って間もなくの人にそんなこと言わないわよ。俺が行きたいのはね、エベレストが目の前に見えるホテル。登らなくてもホテルの窓から見えるの、エベレストが。そんなところにいたら昨日のことくよくよ考えたりとかしないのかしら。明日のことを心配したりする必要もない。いいわねそういうの。実は俺吸血鬼なの。欲しくないですか永遠の命。いやそんなこと本当にあったら。何？うん？首筋かもかなって。大丈夫、俺初心者じゃないから。あ、そういうことじゃなくて。痛くないようにするから。ああ、いらないの、永遠の命だよ。もしあなたが本当に吸血鬼だったとしても、そんなもんいらないわよ。
何もいらない人なんだね。 そんなことない。手放したくないものいっぱいあるわよ。何で、例えば子供がお風呂から上がったのをこう逃げるのを捕まえてバスタオルでくるむのとか、パパの中指、昔バスケットやって突き指してまっすぐにならなくなっちゃった指、パパの定期入れにずっと入ってた小さく小さく折りたたんだレシート、私と初めて行ったファミレスのレシートだ。私の実家、富士山の目の前にあるの。そこに住んでても昨日のことくよくよ考えたり、明日のことを考えて めんどくさいなって思ったりした。エベレストの見える場所にいても多分同じなんじゃないかな。ごめん、私帰るね。嘘じゃないよ。永遠の命がもらえるんだよ。後悔するよ。そうかもね。でも私は（笑）みんなと限られた時間の中を生きていくわ。店長のこだわりで毎日見てるのに全然気がつかない。そうそうそう、誰も見てないっつ。ほら、四つ葉のクローバーこんなところにもあったのね。もしもし、もしもし、ちょっと助けてもらえませんか。人間。さあ。私は世界初の介護ロボットです。ロボットなの？あんた介護してくれるの？違います。世界初の介護してもらうロボットです。してもらう方。配送中に車から落ちてしまいました。すみませんが電話してスタッフを呼んでもらえませんか？いいけど。首のところに連絡先貼ってますから、そこに電話してください。あ、本当だ。もしもし、あのお宅のロボット的なものが道に置いてますね。はい、そうです。あ、心当たりあります？もしもし、もしもし、首をちょっとギュッとしてもらえませんか？ギュッとして死なない？ロボットなので死にません。思い切ってギュッとやってください。ごしゅう、しー、冗談ですよ。なんだ
ああ、回る回る。ありがとう。あんた、介護してもらうだけのロボットなの？そうよ。それじゃあ、人に迷惑かけるだけじゃないの？私は人に迷惑をかけることだけのために作られたロボットです。意味は作った人に聞いてください。じゃあ私が年取って人に迷惑かけるのもそんな風に誰かが作ったってことか？そうね、神様がそんな風に作ったんじゃないかしら。きっと意味があるのよ。何もできなくなって人に迷惑かけるのに意味なんてあるのかい？意味があろうがなかろうが、すでに私たちはここにいる。そのことの方が重要なんじゃないかしら。取れましたよ。迎えに来てくれるって。ああ、よかった。ばちゃん、どうしたの？私、ここにいていいのかね？っていうか、もういるし。ばあちゃん、俺たちも帰ろうか。閉めようかね。え？みんなの重荷になるばっかりだしさ。ばあちゃん、みんな恨んでると思うよ。店やってるからご飯だってバラバラだし、みんなで温泉だって行けなかったし、家族らしいこと何一つやれなかったからね。そんなことないよ。みんな店潰したくなくて一生懸命だったんじゃないの？どうかね。なすみが東京から戻ってきたのも、たかちゃんが結婚しないのも、月見ちゃんが家出ても手伝いに来てくれるのも、あの店がなくなってしまうのが嫌だからだよ。俺だって困るよ。なんで？あの店がなくなったら全部嘘になっちゃうじゃない。泣いたり笑ったりしたこと、ナスミに会ったこと、そんなこといずれ忘れてしまって全部嘘になっちゃうじゃないかな。ばあちゃん。うん？俺結婚するわ。それがいい。でさ、今の家に住み続ける。
え？愛ちゃんと俺と光太郎と。光太郎？生まれてくる子供。ああ。ばあちゃんの面倒は俺が見るから。店も今まで通り。ばあちゃんに店番してもらう。一緒に転がり続けよう。何ですか？え？何が？いや、顔が疲れてますよ。そう。いやね、年取るとダメね。高子さん。ん？この家にはルールがあるんですよ。え？大丈夫じゃない時は大丈夫じゃないって言う。そうだったわね。高子さん、私の知ってるお姉ちゃんは富士山みたいに堂々としてた。なすみ、お母さんが死んだ時はお母さんになって、お父さんが死んだ時はお父さんになって、私が死んだ後もずっと一人で頑張ってきた。私が東京に行くって言った時も、私がここにいてあげるから、なすみはどんどん転がっていけって、そう言ったよね。今度は私が言う番だね。私がここにいてあげるから。
からお姉ちゃん、どんどん転がっていけ。それわざと落としたってことはないわな、いくらなんでも。いやいや忘れて、俺の勝手な妄想だから。どこどこ、高尾さん、ごめん、わざと落とした。そうなの？そうなの！なんで？本当に俺が思ってるようなことなの？そう、マサオさんが考えてるようなこと。嘘！そんなことあんの？それって嫉妬ってこと？こんなむさい男に嫉妬した？そう、嫉妬した。私ここに来るたびになんで私じゃないんだろうって思い続けた。マサオさんと暮らす人がものすごく羨ましかった。結婚しよう。え？結婚してここで暮らそう。でも。もう決めた人がいるって。あれ嘘。え、さすがにもう最後のプロポーズにしようと思って、一か八か全財産かけてみようと思ったの。断られたらその時は貴子さんの選んだ家具の中で俺一人で暮らしていこうって。あ、俺気持ち悪い。いい年したおっさんが気持ち悪いこと言ってる。まだプロポーズしてくれるつもりだったんだ。うん、するっていうか俺さっきしなかった？結婚しようって。うん、
したね。ここ来て。返事聞こうか。私ここで幸せになりたい。なろう、幸せになろう。そうか、そうだよね。よかった。ただいま。ただいま。二人一緒だったんですか。めでたいことがあった、うん、その辺で飲んできちゃった。その辺にしては荷物多くないですか。酔ってません？なんかはい、フジファミリーです。いいね、はい、フジファミリーです。あ、タカコさん。あ、わかりました。じゃあタカコ、なんだって？今日外泊するそうです。そんなに驚くことですか？いや、だって一度もないような外泊。外泊外泊だって。外泊ですか。はい、パパですよ。パパ、やっぱりお父さんの方がいいかな。はい、お父さんですよ。お父さんいい、お父さんいい、独創的。はい、お父さんですよ。お父さんですよ。じゃあ、いただきます。いただきます。揚げ物好きだよね。揚げ物大好き。あ、ちょっと待って。先に野菜から。あ、先にね。
とう。なんかすみません。食べよ食べよ。よいしょ。おい、神様が戻られたぞ。嘘。ほら、ここに、ただいまって、な。うん。神様、お帰りなさい。忙しくなるぞ。行っちゃった。参ったな。あれ俺がこぼしたコーヒーの跡なんだけどな。まあいっか。最後にこちらですんでね、お並びください。ドナローさん2つで88番。ありがとうございました。どうもありがとう。バイバイ。ちょっと大きくないかな。旦那は大きくなってるんじゃないかな。次の分までですか。これ持ってって。行ってきます。はい、行ってて、はい、あんたあれ、あ、ちょっと、え、あんた商品手付けたのどうするんだよ。お腹すいじゃねえか。私、家のこととか何もやってこなかったから、亡くなったマスミさんみたいにはいかないですよね。マスミなんてあんな、なんもできないその辺の柄の悪い小娘だよ。あら、気のいい子だったね。人のことを心配するような。でもうまくできるかな、家のこととか店のこととか。そんなことできなくたっていいよ。え、いいんですか。機嫌よく暮らしてくれたらそれでいい。本当にそれだけでいいんですか。それが75年生きてきた私の結論だね。75歳なんですか。すみちゃん、これがうちの正月なの。かすみちゃんももっと寝てていいからね。起こしちゃいました。これ使いな。なすみさんのじゃないですか。いいんですか。バラを永遠なのか。
げましょう。ありがとうございます。どうして何か食べる？腹減ったな。家にねハンバーグの準備はしてあるんだ。ほんと、じゃあほら寝るの岡村は甘酒飲むのかどっちかにして。勉強しないってとこだ、うん、大丈夫？寝ないっすよ、おばあちゃん。答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方、涙はそこからやってくる、心のずっと奥の方。情熱の間からバラを胸に咲かせよう、花瓶に水をあげましょう、心のずっと奥の方。女の子だったらどうしよう。こうたこうおまいっか。